日向葵の葵夜空。こんばんは、ラジオパーソナリティの日向葵です。この番組は音声配信アプリラジオトークでお送りしております。本日は第20夜目です。わー、ありがとうございます。なんか賑やかですね。本日はなんと東京都港区白金台セレノ亭にて公開収録を行っております。嬉しい。はい、会場はアットホームな感じですけれども、配信でもそういった雰囲気が伝わればいいなと思います。この私日向葵の葵夜空、3月にスタートしまして、この番組を始めた時から、だいたい20回目が七夕あたりに当たるじゃないかということでね、七夕に公開収録をしようという目標を立てて、毎週この私が休まずにやってきました。今日こうやってゲストをお呼びして開催ができるなんて本当に幸せですね。本当にいつも応援してくださってる皆様、リスナーの皆様、ありがとうございます。今日はお便りを読んだりとかっていうのはないんですけれども、ゲストの方とのトークを楽しんでいただけたらと思います。ではそろそろ始めていきましょう。日向葵の葵夜空。この番組は株式会社ひなっこクラブの提供でお送りいたします。日向葵の葵夜空。ではここで本日のゲストさんをご紹介したいと思います。皆さん盛大な拍手でお迎えください。本日のゲストは夏木ゆいさんです。はい、どうもこんばんは、夏木ゆいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は夏木ゆいさんをお迎えしてお届けしていきます。はい、はい、夏木さん、私ラジオの公開収録、すごい久しぶりなんですけれども、夏木さんはどうですか？私も前回五反田の方で公開収録を行っていた時期があって、本当にそれぶりなんで、だいぶ久しぶりですね。私もやってたんですよ。そうですよね、以前やってましたよね。懐かしき五反田の。そう、私も五反田に毎月通ってました。はい、はい、まあ、でもその、ね、当時よりも、今日ラジオの公開収録に来てくださってる方がこんなに増えて、すごく嬉しいです、はい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。なんかもう当時の小さい箱の地下の中では想像できないぐらいのこの人数が今日今いらっしゃって、本当に暑い中ありがとうございます。ありがとうございます。ね、嬉しいです。嬉しいですね。もう当時ね、ご存知なリスナーの皆様はね、今日なんかめっちゃ人いるじゃんってびっくりしたんじゃないかなと思います。はい、はいはい、ではここで気になっていらっしゃる方も多いと思うので、一緒に公開収録をすることになった経緯とかお話ししていきたいと思います。この葵夜空ですが、ラジオトークにて、毎週金曜日配信しているんですけれども、ラジオトークっていうアプリにゲスト機能っていうものがあります。配信中に特定の人とつながって一緒に配信ができるっていう機能なんですけれども、このゲスト機能を使ってみたいっていうことから、ラジオトークの担当の人がいるんですけれども、その人に相談したら、私も夏木さんも
一緒の方、その担当がね、はい、一緒の方っていうご縁もあって、はい、話の流れで今回この公開収録を一緒にやろうっていう流れというか出演が決まったという感じです。はい、はい、打ち合わせをしていて、アプリ内の、ゲスト機能だけじゃなくて、うん、一緒にこうやって会場を使って公開収録しませんかっていう話が盛り上がって、今日この場の公開収録という形になりました。はい、はい、ちなみに夏希さんはゲスト機能を使ったことはありますか？がですね、はい、ちょうどの初回のノータイトルの収録の時に、もうなんかボタンの使い方とか機能が一切わからなくて、なんかもうすごい当てずっぽで使ってみたんですけど、はい、いろいろボタンありますよね。そうなんですよ、うん、まさかの初回で、そういう何芸能とかやられてるタレントの方ではなくて、リスナーの方とそういうゲスト機能を使って会話をしたことがあって、はい、そうなんですよ。初回ですか、うん、もしかしたら、ね、今日いらっしゃる方の中で聞いたことあるよって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に初回で使って、で誰かお話ししたい方いませんかって言って、はい、一人いらっしゃって、それは実際にアプリを通じてお話しされたんですか？そうなんですよ、本当に初めてですごいですね。そうなんです、お会いしたこともない方だったんですよね、当時、うんうんうん、でなんかあーみたいな感じで、まあ、盛り上がったんですけど、まあ、なんとその後日撮影会でお会いすることができて、うん、そうなんですよ、嬉しいですね、嬉しかった本当に、うん、まさかね、そのリスナーの普段聞いてくださってる方とお会いする機会がやっぱりこういう何ノータイトル始めてから増えたんで、はい、すごい嬉しかったですね。嬉しいですね、はい、ちなみに初めてお話ししてからどのくらいの期間を得て会えたんですか？うん、でも半月もなかったと思います。あ、そうなんですね、結構割とすぐ。あ、じゃあ、あの時話したみたいな。あ、そう友達みたいな、おーみたいな、嬉しいですね、それは、はい、嬉しかったですね。はい、そのリスナーの方いらっしゃるのかな、なんか今でも今日はね、いらっしゃらないみたいですけど、はい、いらっしゃらない。じゃあこのあれですね、多分配信を通じて聞いてくださってる、はい、はい、いいと思います。嬉しい、素敵なお話ですね。はい、はい、じゃあ次のコーナーはそんな夏希さんにゲームにチャレンジしていただく企画となっております。はい、頑張ってください。頑張りますお楽しみに。はい、日向葵の青い夜空。はい、公開収録といえど月1企画はやっておかなきゃということで、続いては月1コーナー早口言葉言えるか選手権です。はい、こちらのコーナーの説明をさせていただきます。この早口言葉言えるか選手権は、その言葉通り早口言葉にチャレンジしていく企画です。通常は私日向葵が早口言葉にチャレンジしているんですけれども、本日はせっかくなのでゲストの夏希ゆいさんにチャレンジしていただきます。この早口言葉が言えたら夏希さんが告知タイム30秒がゲットできます。さらに、ここで会場の皆様にもご協力いただいてボーナスチャレンジということで、現地のお客様に夏希さんが早口言葉言えるかどうかの予想を行っていただいております。その結果が当たれば正解者の数だけ告知タイムが5秒追加されます夏希さんが早口言葉言えて、夏希さんが言えると正解した方が6名いらっしゃると告知タイムが1分もらえます。頑張ってください。頑張ります。はい、夏希さん早口言葉は得意ですか？うん、多分得意だと思います。すごい多分ね多分ね
ものによります、はい、じゃあ早速早口言葉のお題を今ね手元にあるんですけれども、はい、このカードをねどれか一つお好きなのを、はい、引いていただければと思います。はい、3つの中からいいですか。はい、じゃあこれいきます。真ん中のえいこれを、じゃあ会場の方に、はい、はい、いきます。せーの、じゃじゃん、じゃーん、どうぞ。ところどころ、トトロ。いやいやいや、これさ、ところ、あー、こんな簡単だね、これね。うおー、すごい。これはやばいでしょ。はい、練習しなくていいですか。練習したらまずい。え、いいんですか、練習しちゃって。あ、いいんですよ、全然いいんですよ。あの、全然余裕、余裕、余裕。余裕ですか、すごい。余裕のよっちゃんです。あー、これはもう、告知タイムも、これはほぼ、ほぼ確実なのか。はい、ちょっとなつきさん自信満々ですね。ということで、はい。で、なつきはこれを、うん、3回を3回読み上げてですね。いただきます。もうよろしいですか？大丈夫です。おお。じゃあ皆さん、じゃあなつきさん、それでは、うん、行きましょう。はい。タイミングお任せします。笑っちゃう。行きます。3回ですね。はい、せーの、ところどころトトロ、ところどころトトロ、ところどころトトロ。おー、これは簡単ですよ。これはね、結構初級編だと思います。あ、本当ですか。はい、言えますか。いやいや、1回お願いします。まあそうですね、うん、今まで全クリしてますから、はい、はい、せーの、ところどころトトロ、ところどころトトロ、ところどころトトロ。あ、大丈夫大丈夫。簡単ですねこれ。言えてなかったじゃん。え、これでも、ね、はい、初級です。初級ですか、はい、滑舌いいですね。いいかもしれません。いや、めっちゃ羨ましいですよ。ありがとうございました。はい、ということで成功ですね。おめでとうございます。はい、ということは、はい、なつきさん PR 告知タイム90秒ゲットです。はい、ありがとうございます。はい、久々の早口言葉だったんですけど、久々っていつぶりかもう覚えてないんですけどね。日常で言わないですよね。はい、楽しかったです。これからも頑張って早口言葉極めていきたいと思います。応援してます。はい、ありがとうございます。はい、それではなつきさん告知タイムです。あ、どうぞ。もう速攻。はい、じゃあいいんですか。はい、どうぞどうぞ。なつきゆい、今月ですね、あのフリーランスになりまして、来週14日に初めての、ここの会場を使いました撮影会が行われます。あ、そうなんですね。はい、で団体の方があと4名ぐらいまだ枠が残っておりますので、うん、ぜひあのお時間ある方はね、あの会いに来てくださったら嬉しいです。あとその次の日15日にムチフェスというちょっとそれも初めてのフェスになるんですけど、あのフェスにね参加させていただきます。そちらもご都合合う方はぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。あと、あ、このフリー活動を記念しまして写真集を制作しました。おー、はい、そうなんです。すごい。写真集、こちらもあの27日にお渡し会を、考えておりますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。これはもう欲しいじゃないですか。はい、はい、頑張りました、ね、ぜひぜひ、はい、ゲットしてください。皆さんも、はい、90秒だったのか。確かに。おそらく90秒ですね。90秒ですね、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、夏木ゆいさんはここでお別れです、うん、はい、今日楽しんでいただけましたか。はい、あの本当に短い時間でした。ありがとうございました。いや、本当にまたね、なんか一緒にラジオ配信、ね、できたら嬉しいですね。そうですね、公開収録とかじゃなくてもね、またこうやってラジオトークを使って一緒に、ね、コラボできるの楽しみにしてます。いや、もう本当にやりましょう、ぜひ。はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さんも楽しんでくれると思います。はい、開催するって決まった時にリスナーの皆様、両方聞いていらっしゃる方ほとんどいなかったと
思いますので、うん、なんかお見合いみたいになるのかなってちょっと予想してたんですけれども、そうですね、はい、本当に皆さん温かく迎えていただいてありがとうございます。はい、またご一緒させてください。はい、本日のゲストは夏木由衣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。あっという間にお別れのお時間ですね。さて、今週のお便り募集企画は、この公開収録の、感想をお送りください。ということで、今日ね、実際に公開収録来てくださった方が送ってくれる感じなのかな。どうだったかとか、ぜひ教えてください。番組宛てラジオトーク日向葵の葵夜空の質問を送るで送ってください。期間などは番組公式 SNS をチェックしてください。また番組ではお便りを募集しております。ご意見ご感想などお待ちしております。またこちらを聞いていただいて気になった方はぜひアーカイブ配信もチェックしてみてください。番組公式 SNS ラジオアンダーバー葵夜空のフォローもお願いいたします。はい、ということで、いやなんかあっという間でしたね。なんかもう終わりかなって思うとすごい寂しいんですけれども、まあ、SNS で告知いろいろしましたが、このね、公開収録をするのに来てくださった皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思って、結構いろいろね、準備しておりました。こういうね、抽選会だったりとか参加賞とか、はい、またこうして公開収録やるよって言ったら駆けつけてくれますか？はい、ありがとうございます。この20回目の公開収録を一つの目標にしていたので、達成できたと思うとすごく嬉しいです。ありがとうございます。このね、公開収録に合わせてオブジェを作りました。抽選会の A 賞ですね。こんな感じで私の飼い猫みーちゃん、くーちゃんの手形付きフォトフレームとなっております。くーちゃんの毛とかもついておりますが、ぜひね、これも私も欲しいぐらいなんですけれども、ぜひゲットしてください。そしてね、この番組の効果なのかわからないんですけれども、情報解禁はちょっと先なんですけれども、新しく嬉しいオファーもいただきました。このラジオ関連で、はい、もうね、番組を皆さんが盛り上げてくださってるから私も楽しくやれております。ぜひまたこの葵夜空公開収録したいと思っておりますので、その際はぜひみんなでまた集まりましょう。それでは今夜はこの辺でお別れです。この番組は株式会社ひなっこクラブの提供でお送りいたしました。それではまた来週、おやすみなさーい。ひなた葵の葵夜空。